はい、どうもワドです。サーモンライやります。竹ですね。竹はね、あ、火山口を寄せて、まだ夜？さすがに寄らないか。よいしょ、やってこの子やって倒せんのか今の。ちょっとこれ戻ろうか。ドスコイがいっぱい来たからどうせ弾いてもね倒せないんですよね。ドスコイにボンって当たって、コウモリがいっぱいやだね。モグラは僕じゃないから寄せてもらって、いや、微妙絶対本体でよかったわ。外に向けてあげて倒して、爆弾か、爆弾もやってあげたいね。1、2で2発いるからね。よいしょ、ナイス、当ててあげて、はい、もうノルもクリアか、早いね。ちょっと返しやすい位置に行って返して、モグラ入れて、よいしょ、これは片翼しか無理だね、時間的に。で、タワーか、ごめんごめん、見てなかった。タワーね、竹めっちゃ入れやすいんで、ノンチャでいいです。ノンチャで攻撃力60あるんで、この武器は。普通のチャージャーは50なんだけどね。よいしょ。ちょうどタワー、お鍋の HP が60だから、効率よく、トン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 と、非常に倒しやすい武器です。ウェーブには通常ヒルで必戦か。よいしょよいしょ、振ってあげて、ね、必戦ね、爆弾が難しいんだけど、これもさっきと同じように寄せて、これ以上寄らんかな、さすがに。爆弾が難しいんだけど、なんかね、噂によるとジャンプしなくてもいけるらしい。めっちゃ近寄ればジャンプせずに R ボタン3回で倒せるらしいんで、やってほしい。ありがとう。この子もやってもらって、僕は前出ようか。ここにいたよね、片パが。とりあえず片翼にして、いやー、いけたかもしれない、両翼落としけど、まあいっか。あ、この子はね、まあ、今ここは段差があるから多分いけるんだけど、今ちょっと遠すぎて無理。2発だけ当てて、あぶねえ、死んだと思ったね。2発だけ当てたから、あとまあ近づいてもあと1発だからね、やれるかな。タワーか爆弾かなんだけど、タワーか爆弾やってもらって、タワー行こうか。タワー行ってもらってるので、どうしようかな。向こうからなんか来てる雰囲気あるから、タワーだね。爆弾が2匹、無理。1、2、3、こっちからやって、片っ端の影見て1発当ててるから、適当に2発当てて、ふう、ナイス。タワーいけなかったけど、よいしょ、さっき倒し損ねた片っ端倒して終わりかな。ナイス、ふう。まあ、必戦、平地で爆弾やれるらしいけど、さっきみたいにここでね、倒したみたいに、段差をうまく使うとか、地形をうまく利用して、戦うといいと思います。ボールドとかも、今回、きついからね、爆弾が。片パか。ここをしっかり塗ってあげると、入れやすいかな。これ無理だよね、さすがに。ちょっとだけ当てて。よいしょ、どうしようどうしよう、ここねぐだってるんで、次の脇向かおうと思ったけど、継続っぽいね、継続脇。ね、これワンチャン使うか。よいしょよいしょ、もういいかな。あの爆弾やりたかったけど、まあまあ継続するとね、ああいう風にぐだるんだよね。
だからさっさと次の脇行ったり別のことした方がいいかな、もうぐだりそうって思ったら。これは多分太刀打ちでいけるかなと思ったけど、エイムがクソすぎてダメでした。よいしょ、ふー、落ち着いて落ち着いて、ナイス、よいしょ、ナイス。あとはもう逃げるだけ。しっかり大物を把握して、蛇が1枚と爆弾の音が聞こえる。ふー、で終わりかな。爆弾がしんどいね、やっぱり。なんか苦手な、あのメインで倒せない敵とかをスペシャル使って倒すようにするといいかなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。はい、どうもワドです。サモランやります。必戦で通常ヒル、わからん、わからん時はだいたいこっち、こっちが、あー、でて遅いから、来るのがね、脇が遅いんだよね、こっち方向なんか知らんけど。よいしょ、でそろそろ、うわー、爆弾三人娘が、いや娘かはわかんないけど、1,2,3 でやって、もう帰るよ、もう帰るよ、そこで倒す意味ないから。まあでもプクプク言ってるね。まあ僕はこっち行く。ああ、4人目の娘が、1,2,3ギリギリ間に合って、ちょっと危ないかなと思ったけど、ちょっとこの子だけやってから肩よく入れて鮭も倒して帰ろうか。で次こっち、間に合わんね、それは。間に合ったか、頑張れば。諦めずに行けばよかったかな。肩よく落としはできたかもしれない。よいしょ、タワー行ってくれたね。ナイス、ナイス、ナイスじゃない、ナイスじゃない、まあまあまあ、まあ時間はあるから、んー、ちょっとここから入りづらいから落ち着いて入れて、僕じゃない、僕の成果じゃなかった、赤いクラ帰ってきた行ったところがね、僕じゃなかったから。でザコシャケ、あとは倒して終わりかな。ヒステンはこうバシャバシャね、上からやるといいかな。いや、いや、あー向こうか。よいしょ、あの子やりたい。よいしょ、さて今回爆弾が多分きついので、ヒステンもボールドも見にくいからね。だからしっかり地形を利用するとかして戦うといいと思います。でグリルは、ここのグリルはそんなに難しくないかな。ケルビンはスライドすると攻撃力上がるから、できればスライドしたい。入れてもらって、全部入れてもらって、僕がタゲなので早めにスライドするとちょっとインクのもったいないからね。ずっと打ち続けないとスライド維持されないから、来るタイミングぐらいでスライドして入れてあげて、な、もう一匹がね、僕なんだよね、これ。助けてあげて、ちょっとごめん、誘導失敗してる、無理、いけるね。もう一匹も僕か、ちょっとこっち寄せて、来たらこうピョンって飛んでこうやるとやりやすいと思います。もう入れる必要なくて、また僕か、こうやってねやって、あともう一匹やって、結構強いんでね、スライドするとマジでこの武器。よいしょ、ああ落ちちゃった。結構スライドのね、範囲というかスライドの距離が長いんだよね。
武器ごとに結構違うんだけど、スパッタリーとかめっちゃ短いんだよ。けどこの武器は多分一番長いかな、マニューバー武器の中でこの距離がね、スパッタリーとかと全然違うでしょ。そういうのもちょっと意識してやるといいと思います。で最終が竹ですね。竹でまた通常ヒル、こっちから音がするね。にゃ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 って、こじゃけはノンチャージで、爆弾は2回、あれやってくれたか、一発入れてくれたんだよね、誰かが何らかの攻撃を。で回収して帰りましょう。向こうかな。なるほど、タワーやってもらってナイス、回収してけどこの子優先かな。あー当てれなかった、よいしょ。モグラに入れたい。でコウモリがこんなとこまで来てくれた。でプレスあるよね、向こう行くんだ弾。どうしよう、まあ、使うか。なんか片場よりタワーだったかな、タワーがもう一枚いるんだよな、奥にいないかな、もういないかもしれないけど、ナイス。嘘、僕マジか、結構近づいてたと思うけど、うーん難しいやりやすい方向行こうか。僕が今タゲついてないから片パも何も、よいしょ、やりたい、ナイスナイスナイス、やって、あ入らねえ、ナイス。ちょっとタワーメインでやりたかったけど、竹でねメインや、あのタワーやるの面白いから、ノンチャージでパシパシやればお鍋がね、飛んでてくれるって楽しいんですけど、まあ、タワーとかケルビンとかが、タワーとか言ってあげるといいかなと思います。はい以上です、ありがとうございます。はいどうもマドです。サモネあります。ボールドなんでね、しっかり軽く押し付けていきましょう。通常ヒルで、通常ヒルでヘビとタワー。よいしょ。タワー味方がやりやすいように、では自分がやってもいいけど、ザコシャック、これ僕なの？僕じゃないよね。どこか。よいしょ、落ち、人が落ちていった音がするんで、助けてあげて、回収して帰りましょう。ナイス、当ててくれたのマジでマジでナイスで、ホールドなら1秒もかからず倒せるからね。この辺のドスコイだらけも倒して、爆弾かやれルー、モグラもやって、さてさて、やっぱ軽量級だからね、いっぱい動けるから、やっぱ軽量級が楽しいんだよな。私はダイナモとかリッターとかも好きだけど、やっぱ動ける武器の方が好きです。タワー、片パもいるね。あれ片パいなかった、片パの音したんだけど気のせいでした。じゃってもう射程がほんとないから、もう体当たりするぐらいの気持ちでね行くといいと思います。こっちか片パ、なー足りない、時間が、これは無理だ、これは無理だ、爆弾はちょっと苦手です。なんか地形を利用して戦いたい、こことかやったらいけるかな、無理か、なんか殴られていく、上をばっかり見ていると殴られているので注意してやって、モグラ入れてロスコイやってコウモリやって終わりかな。ナイス、やっぱりいつも言ってるように武器の良さをね生かして立ち回りましょう。干潮ヒルですね、竹でタワー、
この辺やって、なんか全然来ないよタワーが。うん、まあまあいいか。な、何してんのこのタワー。帰って、あんな安全圏から攻撃されても困るんですけども、しっかりフルチャをね当てて、あの小ジャケはフルチャじゃなくていいんだけど、えいにゃ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 とやって、おお入れて、右も入ってないんだ今の。よいしょ、あぶねえ、一回外したけど、フルチャージ早いからね。あぶねえ、コンテナ周りが来たね。やって鉄板来てる、モグラも来てる。あ、僕で反応しちゃったんだ今、片端に入れたボムで鉄板が反応しちゃって、まあいいか、もうノルマクリアしたからね、好きなように動いて。ヘビー僕じゃないんだ、じゃあ爆弾やろうか。1、2とやって、倒せなかったよヘビーが。倒して、あとはザコシャケかな。よいしょ、この武器のいいところはやっぱ射程とチャージの、チャージが早いから DPS も結構高いんだよね。よいしょ、ナイス。最後必戦ですね、通常夜かな。プレッサー2枚残して通常夜で、光バイ対策でここの辺塗っといて、よいしょ、あれちょっとカメラがうまくいかんけど、グリルですね、まあプレスあるし余裕かな。ふう、ここでみんなでね倒すと早いと思います。入れて、なんかボム投げちゃったけど、よいしょ、プレスター撃つか。こんなとこで撃つな。よいしょ、それはそうだね、どうせなら2匹まとめてやりたいから。なんで撃っちゃったんだろう僕、なんか撃ちたくなって撃っちゃいましたけど、まあ2回目はちょっと大切にしようかな。よいしょ、ふう、しっかりザコシャケ叩いて納品しやすくして、もうクリアなんで、こういうとこで使おうかな2匹を。もう1匹どこ行ったん、分からん。ちょっと使ってもらって、僕かこれ、ごめんってしっかりここで、よいしょ、ナイス、もう1匹も僕で、ナイス、ふう、まあ、グリルはあそこで、みんなでね攻撃できるように4人ともあそこにいたのでいいかなって思います。以上です、ありがとうございます。